こんばんは。急に隠し出す。すっぴんでございます。たまや。9時2分から大富豪に入ります。すっぴんです。みんなのコメントが、いとこのお母さんから大富豪のいいねが。9時2分からするよ。2分から4分間隔でプレイしてるよ。一番いいね取れたってきた。すっぴんトーク会か。でもそれはちょっとなんか直接会える時がいいね。だってさ、あでも逆に今現地でトーク会だったらさ、あのフィルターかかってるからさ、逆にさいいんかな。顔薄そう自分。懐かしい写真がデータフォルダーで見てる。アイカ、アイカとの写真がめっちゃある。すっぴんか。そう、ここにねほくろあんね。ほくろってさ、なんか消えたりできたりみたいなシーヒン。よし、みんな2分から入るよ。ちなみに今大富豪です。チーム48 51。ゴー入った。さあいるか、近く来る。ゴー、お2人いました。すごい発見。すごい、めちゃめちゃ手札弱いけど。キュンキュン。
よっ。これはもう1位ですね。来ました。次は6分です。来た。大富豪頑張れ、近く来る。明日は公演です。公演やで。やばいな、なんか最近公演がさ久しぶりになっちゃうからさ、感覚がなんか公演やった次の日かもうその日の夜のうちにはめちゃくちゃ体が痛くて筋肉痛でやばい。でもね、シップ貼ったらこの前ねめっちゃ楽になって、あ、お、明日行くねって待ってます。気をつけて来てください。対策もしっかりしつつ予防も。最近ね、でも床じゃなくてねソファーで寝てるからね、ふかふかなの。ソファーの上にちゃんと座布団を置いて快適に寝てる。うん、いやいやよ。うん、YouTube を流しながら見てる。いやね、湿布って難しいよね、貼るの。6分。なんかしかもなんか冷える湿布とさ温まる湿布があってさ、初め冷えてんのにどんどん熱くなってくるんだよな。よくわからんよね湿布。この辺、首肩この辺がめっちゃ痛くて、そう、剥がれてんねんな、または髪の毛にひっついてあーってなってる。お、ちょうどいいタイミング。6分。明日のじゃあ自己紹介 MC を募集しよう。ちょっと待ってね。じゃあ入ったらにしようかな。49個よっ。自分の顔が自分でも幼すぎてびっくりした今。あばい、あ、発見。近く来る。じゃあ明日の自己紹介 MC は何がいいですか。苦手な夏を乗り切るアイテム。何、もうクーラー。クーラー。グラタンが美味しかった話。自分で自画自賛しちゃう。いや、めちゃめちゃ美味しかったな、でも。最近あった幸せエピソード、なんだろうな。幸せなエピソードか。ヒヤッとした話もいいね。なんかちょっと待って、めちゃくちゃ、あ、ヒヤッとした話。
なんか前半後半 MC とかで話したいな。お、大富豪です。あ、得意料理にしてみようか。自己紹介 MC、 じゃあグラタンが美味しかった話しようかな。めちゃめちゃ美味しかった、あのグラタンは。新しい推薦コメントが来ましたって来た。誰かがやってくれたんかな。みんなのね、推薦コメントとか読んでるよ。夏休みの思い出ないもん全然。今年、今年もだけど。でもゼップ大阪ができたのはまずそれが一番大きかったかもね。1ヶ月前やで、しかも。あ、でも舞台はさ夏休みに入るのかな。次10分に入ります。覚えてたらじゃあそれにしようかな。あ、グラタンのレシピ送ってへん。送ろう、今書こう。準備して、ベッドの準備して入る。何つ送ったっけな今日。あれ、なんか、あ、四つ目だ。時間との勝負。よし、一旦途中まで。あ、そう、ちかね、最近サイゼのさミラノ風ドリア作りたいなと思ってる。まあ、グラタン、あ、1分早かった。入るのグラタンはさ、お米がないだけだもんね、違いは。8910、いいこと考えてた。次は14分。よし、大富豪キープ。よし、オッケー。あ、連続配信してんねや。言うて2日。言うて2日、たまやー。こんばんは。明日金曜日か、早いな。終わりそうだ。
よし、14分です。メール書こう。ちょっと、写真を探せ。まず、みじん切りした玉ねぎ。ない。豆乳。よし、入んなきゃ。ゴー。いとこのお母さんがもうやってくれてた大富豪、定期的にとか毎日やってくれてんねんけど、青木しおりさんが出てきはったわってきた。会えず。でも結構なんかそのいとこのお母さんとは何も狙ってない時に会えるのな、いつも普通に適当に時間決めずにプラーって大富豪がいた時に限っていつも会うことが多くて、また嬉しいよね。なんか時間とか合わせてないのに会えちゃうってすごくない？ましてや大阪におっての距離だから。次は18分。と縛りはやめてほしい。あーさ、Thanks。よし、大富豪キープ。ごめんねブーブー、これは大富豪の通知です。順番の時になんか寝落ちしそうな時にこの順番になったらブーってつけといたらさ、こうなっててってなるから、おすすめ通知。ネクスト18分。先輩、最近なんか夜に寝れへんくなった。なんだろう、寝る前に携帯いじっちゃうからかな。お布団入っても寝るまでにめっちゃ時間かかるねんな。あとさ、お家から出えへんかった日って大して別に体疲れてへんから寝れへんねやと思う。終わった、18分。お醤油、
1、2、5。ねえ、なんかブルーライトカットメガネ欲しい。あゆかがやっとってんけど、これつけながらやりたい。あ、お、違う、ん、発見、近く来る。 BGM もね、寝られへんねんな、聞いても途中で消してる、うるせえってなって。 BGM の意味がない。続いて22分に入ります。ねえ、ブルーライトどんぐらい効果あんのやろ。やばい、カードがやばいぞ。言ってるよね、ブルーライトメガネ欲しいって。確かに言ってるわ、ずっと。うわ、負けそう、チカ。ナイス、ナイスです、すげえナイス。うん、抜けさせてくれ。ボサボサお風呂上がりの。でもショールームするからちゃんと髪の毛乾かした。最近なんか乾かすけど、なんか扇風機の前で乾かすことが多い。扇風機前でちょっと乾かした後に扇風機の冷たい風を当てて。マジか、やばい。2枚出して、近く来る。2枚出してくれ。1の2枚持ってるね今。どうぞ。あ、来た、ありがとうございます。大富豪です、無事。よし、キープ。22分に入ります。お次は、入りました、います。あ、発見、いました、近く来る。大貧民か、君は今。11、12、13。うーん、あー、だがしかし、革命を起こせる手札はない。
次は26分。よし、大富豪です。よし、26分か。見ると、そのまま、今ね、レシピを書いてる。26分ですね。やばい、メール集中しすぎて26分遅刻する説浮上。浮上浮上。あー、ギリギリかも。あー、ギリギリな気がする。あ、間に合います、間に合います。26分入ります。ぴったり。さあ、いるか。お、二人発見。わいわい。わいわい。あ、大して強くないカードを渡してしまって反省。次は30分。やべやべや。やびゃびゃ、都落ち、都落ちしましたと思いきや、しませんでした。何、二枚出ししてください。二枚出し希望。優しい。
次は30分に入ります。ありがとう大富豪でした。こう見たらめっちゃさ髪の毛長く見える。めっちゃ伸びた。明日何の髪型にしよう。劇場暑いんだろうな。デジャビュー、いつか見た。ストレートはねちょうどね跳ねるんですよ、この長さだと。もうちょっと伸びたらストレートいいねんけど。よし、30分に入るよ。よし、こう。あ、めっちゃいい感じ。あ、おらへんかった。近く来る。うわ、美味しそうな名前の人がいっぱいおる。なんかペペロンチーノとかさ、おうどんだったり、あとなんか地元やしやってる人しかわからんやつ。今ねすだちうどん食べたい。さっぱりしてるやつ。あ、対戦中の人おったうどん食べたくなってんで、あなたのお名前のせいで。全然悪くないけど。7。おお、ナイス。あー負けそうだな。賭けに出るとする。イエー、出して出して。負けちゃった。おめでとう宮古地。次は34分に入ります。すだちうどん食べたことないねんなめっちゃ話変わる。なんかすだちうどん食べちゃうならなんだかんだ王道のさ、なんかおろし明太とか明太子とかさ、あとおろしとかそういうのにしちゃうねんな。34分。写して、うん。
オーブンに行こう。よし。48、9、50。ゴー。あ、ぴったり入った。あ、おらへんかった。お次は38分です。今日アイス食べてへんよ。食べたいなと思ったけど、なんかアイスってさ、暑い時に外に出てて帰ってきた後とかに食べたくなるけど、最近はね、出ないからね、お家から何もないと。ね、お腹空いてきたのね。お腹空いた。違うもん。よし、大富豪です。いや、明日公演やからね。だとしてもね、多分帰ってきたらアイスよりも、お酢飲みたくなる。みちょ。でも今冷凍庫整理期間なので、冷凍庫を今開けたいんだよね。続いては38分に入ります。何があるかな今。YouTube を横目に。今日初めて、人生で初めてなしを自分で抜いた。いいよね、梨おいしいよね。梨大好き。梨狩り行きたいな。なんかぶどう狩りとか。めちゃくちゃ水分たまりそう お腹に。おじいちゃん、ゴー。いや、しかも梨派だな。梨のスムージーとかさ、好き。パリしてて、あ、近く来る。これは2人いました。わいわい。
いや、梨はでも高いからちょっとブームは来おへんと思われます。なかなか一人暮らしだとさ、買おうってならへんくない？梨とかってちょっと高いから。まあ、リンゴ、バナナじゃない。バナナ毎日買ってる。毎日じゃないか。なくなったら、一房が、その、なくなったら買いに行くけど。バナナは朝に美味しいよね。なんだっけ、ラ・フランスと梨の違い。なんか調べても調べても忘れちゃう。大富豪キープです。わあ、好きなでもフルーツ1位はマンゴー。マンゴー、なし、マスカットも好きだな。何ち黄緑が好きなんかなんか かな。もフルーツって何でも基本美味しいもんね。パイナップルも好きだな。フルーツを考えてます。まあ確かに嫌いなフルーツないかも。あ、イチジクがね、まだ良さが分からへんねんな。次は42分か。みかんもいいよね。こたつでみかんとかも理想。よし、いい時間だ。よし。やばい、足しびれた。よいしょ。あ、近くクルー発見。次は46分です。よし。配信してん時はね、ソファー座ってるからね、しびれへんけど、この配信中はね、よくわからん体勢になってるからしびれるねんな。6。
次46分。はい、大富豪キープでございます。最近ねって言ってもここ2、3日やねんけど、ほんまにちょっとずつお洋服を、着るもの着ないものっていうのをちゃんと分けて整理してます。やっぱりね、まあ何年も着れるものもあれば、いや年齢的にきついだろうっていうのはやめたり、でもなかなか減らへんけどだって着れるもんね、まだまだって思ったら、今回はね、後輩じゃなくてね、いとこちゃんとかにあげたり、勝手にチカが洋服あげるときって、あ、この子絶対似合うっていう、勝手に自分でなんか決めて渡すことが多いかも。着てくれるか、なんか似合いそうだなっていうのを。もう最近の子はね、おしゃれな子が多いのね、本当に。あとね、古着屋さんとか持っていくのもいいよね。持って行ったことないけど。でもさ、せっかくさ、バイバイしても新しい服がすぐ欲しくなる謎の物欲ね。あ、でも自分はあとあれかも。実家に持って帰ったりしたらちょっと減らされるかも。でも帰るときもさ、なんだかんだお洋服持って帰るねんな。お気に入り着たくなっちゃうねん。わかりますか？この気持ちが。だから結局なんか実家帰るときも荷物持ってるねんな。よし、46分。洋服欲しいな、無限に。入った。お、2人発見です。近く来る。わいわい。よよ、階段だよね。あ、洗濯機も欲しいし、冷蔵庫も欲しいな家電。でもさ、一人暮らしで大きい冷蔵庫は絶対いらんから。ネクスト50分。いや、もう父には頼めん。父には買ってもらったから頑張れ。食べません。自分の順番が終わって暇の時に何すればいいか分からんくなる。
夜ご飯ね、なんか食べ損ねたんだよね。なんか4時くらいにおやつ代わりにヨーグルト食べて、もういいやってなったら、こんな時間にお腹空いてきたけど、なんか歯磨きしちゃったらもう、歯磨きしたかな、明日歯磨きしたらもうなんか食べる気力なくなっちゃう。よし、50分に入るぞ。いや、お腹空いて寝れへんことないねんな。逆にそうお腹空かせて寝れたら次の日の朝ごはんが楽しみで寝れちゃう。明日のお弁当なんやろ。チカコクルー発見2回目じゃない？しかも。やいわい、お次は54分です。明日とかさ、でも明日はなんか18時半からか、間に合わなさそう。9時は今度のベッドタイム9時1分からしてみようかな。ちょっと順番を変えてみる。カレー食べたいな。ココイチのカレーが食べたいな。グリーンカレーでもいいな。キープです。キュンキュンキュン。お腹空きすぎて食べたいものが どんどん出てくる。お腹減った。54分。次は お腹すく。コメント見てると、あ、終わった。よし、メール書こうっと。よし、レシピができた。スマッシャーってさ、あれやね、潰すやつで合ってるよね、確か。調理器具？
10秒前。あ、フライングしました。めちゃめちゃフライングしました。58秒ぐらいで入っちゃった。申し訳ございません。次は58分でございます。よし、大富豪。ラスト、ベッドタイムは。よし、OK です。スマッシュは合ってるのかしら、調べよう。あ、合ってた、スマッシュで。よし、平均1分半で上がってるやって。ほんまに？マッシャーっていうの？まあまあまあ、そこはメールを取ってくれてるみんなには伝わるはず。よし、次でラストです。最後、最後気持ちよく終えたい、みんなと会って。よし、ラスト。助けてジーザス、今すぐ迎えに来て。苦手なダンスだったな。懐かしい、もう4ヶ月も経ってるよ。51、ゴー。ってことで、最後近く来ると会って終わりたいので延長します。2分で入って、最後近く来ると会えたら終えることにする。そうしよう。
延長戦やで。階段して、あ、ナイス、君。階段してほしいなって思ったら階段してくれた。スキビ。階段返しされちまったよ。階段してほしい、ほんなら。6、7って。よし。革命。よし。大富豪で入ります。メイクの動画を見て、すごい綺麗。2分でみんなに会えますように。会えるんじゃない？2分なら。これさ、会えるまで終わられへんかったらみんなも大変。 よし。大富豪で会うぞ。ついでに一言も変えといた。 たまやん。よし。ゴー。マジ？会えんかってんけど、延長戦でございます。ってことで次6分。やば、タイミング入れへん。会えへん。なんでや。手札が弱い。マイガー。 OMG 出してくれ。ナイス。
ジョーカー出してくれへんよねねねねねねねお腹減ったお腹減ったしゃジョーカー出して出してあ、大号キープでございます。お次は6分です。たまやよし、6分で入ります。会えますように。よし、終わった。よし、会えますように。30秒前です。とはいえど大富豪なのでちょいフライングするねんけど。ゴー、あまさに数字動け。なんでまだ1やねん。たまや。はい。来ました。一人、近くぐるに会いました。やったやった。やった。お水飲める。そこ。よし、パス。クルーが大貧民だから革命を起こしたい。ああ、起こしたいというのになぜなぜ。あ、起こします。起こすで起こすで。これが吉と出ると、吉と出るか凶と出るか。ワンツーフィニッシュ目指せ。しゃ、よし。皆さん長い配信ありがとうございました。明日はラスト1週間頑張ってね。お仕事、学校まだかな。近場明日公園です。行ってきます。こんなすっぴん配信を見に来てくれてありがとうね。あ、現地でトーク会の4時の受付が明日のお昼までなので、体調だったりその時の、状況にもよるとは思うんですが、無理はせずで遊びに来てくれたら嬉しいです。待ってます。
ぜひぜひ遊びに来てください。バイバイ。よし、今日は終わります。とりあえず配信でのプレイは。おい、カードが2枚レベルアップした。よし、ありがとう。またね、みんな。明日も頑張ってきます。みんなも頑張ってね。